皆さん、フルーティーでビタミンたっぷりのオレンジ大好きですよね。しかしオレンジの皮を捨てるということが大きな間違いであることに私たちは気づいていません。皮は様々な方法に使い回しができるのです。動画の最後での面白いボーナスをお見逃しなく。そしてブライトサイドのシンボルである電球マークが3つ動画に隠されているのでよく見てくださいね。見つけた方はコメント欄で知らせてください。 DIY アロマキャンドル。香り付きのキャンドルはご家庭の室内に特別な香りを加えます。このキャンドルを手作りするにはまずオレンジを半分に切ります。中身を取り出しますが真ん中の芯はそのまま残します。そしてこの皮のボウルにお好きな食用油を入れます。この芯が天然キャンドルの芯になるのです。ほーら、家の中はオレンジの香りがするでしょう。材料費もかかりません。ロマンチックですね。植物を守るオレンジはあなたにとっては天国のような香りがするかもしれませんが、ペットにとっては違います。この秘密をうまく活用し、あなたの猫が植物に噛みついたり引っかいたりしないようにすることができるのです。ただ皮を植木鉢に入った植物にこすりつけるだけです。猫ちゃんは皮から出たオイルが嫌で近づくことはないでしょう。外にある植物を虫から守るためには新鮮なオレンジの皮を庭に撒いてみてください。効果てきめん。迷惑な虫からあなたの草木を守ります。虫を寄せ付けない。ありがたいことにオレンジオイルは猫よけだけでなく虫よけとしても役立つのです。オレンジの皮入りの虫よけを体にスプレーすることで蚊やゴキブリまでも遠ざけることができます。作り方はとても簡単です。オレンジの皮を乾燥させ水と混ぜたらスプレーボトルに入れ必要な時にスプレーするだけです。スプレーを作る時間がなければオレンジの皮を皮膚にこすりつけると同様の効果が得られますよ。ナチュラルにお掃除。簡単で安く 100% オーガニックな方法で床、窓など家の中を掃除することができます。そうです、オレンジの皮でできるのです。酢が入ったボトルにオレンジの皮を加えます。そして数週間冷蔵庫で保存します。何度かボトルを振って中身を混ぜます。頃合いを見ていろいろなところを掃除しやすいようにスプレーボトルに移し替えます。食器をきれいにする。ガラスのコップやフォーク、スプーンをきちんとお手入れして水垢や石鹸カスが残らないようにしましょう。シンクにぬるま湯をためオレンジの皮を入れます。食器をこのオレンジの湯に数分つければ結果に大満足することでしょう。この柑橘の酸が食器の汚れを洗い流してくれるのです。電球見つかりましたか？このどこかにありますよ。ナチュラルスポンジ。オレンジの皮をスポンジとして使うことができますよ。表面を清潔かつ乾燥した状態に保ち柑橘系の爽やかな香りを残します。コンロを掃除してみてください。家事のちょっとした秘密道具になりますよ。 DIY ボディスクラブ。 100% オーガニックのボディスクラブをお探しなら 100% 確実にオーガニックのものをご自身で作ってみてはいかがですか。オレンジの皮を綿ガーゼで包み固く結びます。シャワーを浴びるときにヘチマスポンジのように使うことができますよ。定期的に使うことで引き締まった明るい肌を手に入れられること間違いなしです。シャワーよりお風呂に浸かりたい方は乾燥した皮をフードプロセッサーで砕きお風呂に入る直前にお湯に入れてみてください。なかなかいいおうちスパになりますよ。火起こし。キャンプは好きだけどキャンプファイヤーの火をつけるのが苦手な人にとってオレンジの皮は大助かりです。柑橘系の皮は古新聞紙や燃えやすい素材と同じように火をつける際役立ちます。また煙突のクレオソートを掃除する際暖炉にくべて使うこともでき家の中を陽気な香りでいっぱいにしてくれます。ゴミ箱と冷蔵庫の消臭。ゴミの匂いが好きな人なんていないですよね。昨日のお昼ご飯と今日使った玉ねぎが混ざった匂い、簡単な方法でこの匂いを取り除きましょう。ゴミ袋をゴミ箱に設置する前にそこに乾燥したオレンジの皮を置きます。または代わりに皮を潰しゴミ袋の中に入れれば匂いが広がるのを防いでくれますよ。冷蔵庫はゴミ箱ほどは匂わないと思いますがバラのような香りがするなんてことはありえないですよね。半分にしたオレンジの皮のボウルに塩を入れ冷蔵庫に入れます。消臭効果と柑橘系の香りが冷蔵庫の中に広がりますよ。靴の消臭。臭い足は何年もかけて養ったあなたの美しいルックス、または取引やデートをめちゃくちゃにしかねません。あなたの足が臭うのは靴メーカーが原因なことが多いですが
そんなことは取引先の人に説明しないですよね。その代わりにオレンジの皮であなたの靴を清潔にしましょう。オレンジの皮を切り、オレンジ入れサシェを作り、それぞれの靴の中に入れます。匂いの吸収効果は抜群で、靴の中を清潔に保つことができます。もう臭い足とはおさらばです。ボーナス、オレンジスマイル。今から紹介する方法は、植物を守ったり家の中をリフレッシュするわけではありませんが、あなたの一日を明るくしますよ。お子さんやお友達と想像力を発揮してオレンジパーティーを開きましょう。オレンジを食べて、取っておいた皮を面白い形に切って口の中に入れてみてください。そしてオレンジモンスターになって歩き回り、本気でなりきってみましょう。さて、誰が一番に笑い出してしまうでしょうか。オレンジの皮を使った方法、何か試してみましたか？もしくはあなたのアイデアはありますか？コメント欄で自由にシェアしてくださいね。また電球を発見した人がいれば教えてくださいね。この動画を気に入った方は高評価ボタンで知らせてください。5万いいねを獲得すれば、どこにでもあるものを使ってできるアイデア動画を皆さんとシェアしたいと思います。チャンネル登録をして、次の新着動画もお見逃しなく。ブライトサイドをあなたの生活のそばに。